ロバート・モーゼス・グローブは1920年代から1930年代に活躍した元メジャーリーガー。左投げ左打。速球のあまりの速さから煙のように見えないスモークボールと呼ばれた。史上最多となる最優秀防御率9回を獲得し、25歳でメジャーデビューしてから実動17年で300勝を挙げ、しばしば史上最高の左投手として、 名前が挙げられる。1920年、マイナーリーグのボルチモア球団に入団。5年間在籍したが、その間に112勝もの勝ち星を挙げ、毎年インターナショナルリーグの最多脱三振投手になっていた。メジャーリーグからもオファーがあったが、チームのオーナーがずっとグローブの放出を拒んでいた。しかし1925年、フィラデルフィアアアスレチックスが当時としては、 史上最高額となる10万500ドルの遺跡金を払ってグローブを支配下選手とした。同年4月にメジャーデビュー。1年目は怪我もあって成績は10勝12敗だったが、リーグ最多の脱三振116を挙げる。デビューから2年目には最優秀防御率を記録したのに加えて、4年目の1928年には初の最多勝利を記録。また、7年連続で、 リーグ最多の脱三振投手となった。1930年、1931年には2年連続で勝利数、防御率、脱三振の投手三冠に輝くなど、アスレチックスのリーグ三連覇に大きく貢献した。特に、1930年は、セーブ数と勝率もトップと活躍し、投手三冠王とセーブ王の同時獲得は、 クリスティマ・シューソン以来の快挙で、投手全タイトル制覇を達成し、勝率でもトップになったため、チャールズ・ラドボーン以来の投手主,主要5部門制覇を達成した。当時のアスレチックスは、野手陣が充実していたこともグローブの成績を後押しした。グローブは、投手がいい成績を残すコツは二つある。一つは体調を整えること。もう一つは、 肩の強い内野手と足の速い外野手を揃えることさと語っている。1931年には日米野球で来日。後に阪神タイガースの初代首相となる松木健次郎は著書タイガースの老いたち阪神球団史の中でグローブについてボールがキャッチャーミットに収まってから振る打者もいるようなありさまで、速球には幾分の自信を持っていた私も、 対戦した最初の3打席は三振。4打席目でやっとバットに当てたが、3塁へのファウルフライに終わった。と記している。この時、グローブくん、投げました。あ、球が速くて見えません。という有名な実況が流れている。1934年、球団の財政難のためボストンレッドソックスにトレードされる。その年は再び腕の怪我を負い発症に終わったが、 翌1935年には、最優秀防御率2.702に絶章をマークし、復活。最優秀防御率に輝いたシーズンは、アスレチックス時代に5度、レッドソックス時代に4度と、実に9度にもなった。1941年、41歳で、現役引退。1947年、記者投票により、アメリカ野球殿堂入り選手に選出された。 1975年、オハイオ州で死去。投手としての球種は、カーブ、フォーク、ありがとうございます。